行生が入場いたします。大きな拍手を持ってお迎えください。歯科衛生士専門学校第48回卒業証書授与式を挙行いたします。本校専門課程歯科衛生士科3年の所定の課程を収めたので、卒業証書を授与し、文部科学大臣告示平成6年文部省告示第84号により、専門士医療専門課程と称することを認める。平成29年3月11日、小樽歯科衛生士専門学校学校長、門谷康直。おめでとうございます。卒業証書。患者さんを愛し、仕事を愛し、職場の方々を愛し、そして自分を愛することになります。それができたとき、その皆さんは歯科衛生士として、その歯科医院に欠かせない存在となっているはずです。先に述べたように、医療における進歩変化のスピードは今後ますます早くなっていくことと思います。ですが、愛と知と技を身につけた皆さんは、その変化に対応できる能力があると信じております。学校行事では研修旅行、牛尾祭り、体育祭など、一人では味わうことのできない貴重な時間を過ごすことができました。みんなと3年間辛いことも楽しいことも一緒に過ごすことができてよかったと思います。今日を迎えることができたのも、周りで支えてくれた皆様のおかげです。どんな時も熱心に向き合い、温かく見守ってくれた先生方、離れていてもお前ならできるとずっと背中を押してくれたお父さん、お母さん、皆さんが私たちに多くの勇気と自信をつけてくれました。卒業証書授与式を終了いたします。